エイリアクリムソンデブラ増えてきてると思います。今日はですね、ついにリリースっていうか先行リリースされた新しい DLC なんですけど、それとともにペットが実装されました。でペットね、今もう持ってるんだけど、こんな感じでここら辺のペットがマジで有能で、このペット最初有料だっけと思ったんだけど無料でゲットできます。なのでその無料でゲットできる方法、クエストを進めていきつつ、こういう風にペットは最初ね解放できますよっていうのをみんなと共有していきたいと思います。という感じで本日も見ていきましょう。1つ目ペット実装、2つ目無料でゲットで、最後にまとめやっていきましょう。まず1つ目にペット実装なんですけど、ペットガチでやばい、本当に最高で、どう最高かっていうと、素材とゴールドを勝手に拾ってくれる。で素材の中には、判定の中には消し積みヘルタイド の宝箱開けるための素材も入ってるから、マジで優秀です。本当にペットあるなしではもう無理って感じ、ない体ではもう過ごせないっていう感じにまで、本当に半日でそんな体にさせられたぐらい本当にとこ上手な ペットなんで、なので今日はですね、このペットをですね見ていきたいと思います。という感じで早速このペット無料でゲットする方法見ていこうぜっていうのをやっていきましょう。で一応ね、俺が持ってるやつはその有料課金のやつなんですよ。 DLC が先行発売されてて、それ買うとゲットできるぜって感じのここら辺の3種類です。でこれだと金かかんじゃんって話なので、まあそれがなくてもちゃんとゲットできますので、今日はそのミッションからまず見ていきましょう。でミッションはですね、こちらになってます。これ忠実なる伴侶で、これ清馬シャドのチェストとか保管庫とかワードローブがあるとこですね、宿屋みたいなところから左に抜けるところがあるんだよね。でそっから行くとまあいいかなって感じですね。これポータルから来ました。でまあ宿屋入ります、2階に行きます、そのまま上の方に抜けていくっていう感じ。そうするとこうやってワンコになんかねマークついてる、行儀のいい犬っていうのがあるので、これを押してみましょう。実際俺もねこれやったことないからどんな感じか分かんない。いい子どこかな、うん、ほう、行儀のいい犬、ワンワンワン、ほうで、ほう、あ終わり、あこれでいいんだ早かったということでペットゲットという形になりました。でこれでこのワンちゃんが選べるように、あーなった、足アラ、足アラって、あーかわいいな、かわいい犬かわいい、これこっちの DLC の犬とは、あーこっちなんかちょっとハスキーっぽいし、なんかサドルとか鎧みたいにつけてるね、なるほどねっていう感じで、この足アラをゲットできるようになるという形なので、まあ、結構ですねいい感じなんじゃないかなというふうに思います。でこれね実際に使った方がね分かりやすいと思うので、まあ、このせっかくねゲットしたんで、この足アラを使って、え足アラもう一体いる、足アラとりあえず足アラを使ってですね、実際にヘルタイドに行ってみたいと思います。という感じでですね、まあぜひねこれ見てほしいんだけど、いつもだったらまあなんかさこう散らばるじゃん、消し積みがバラバラとかなるじゃん。それがもうね、まあ、例えばこれローグだから弓は適当に遠距離で撃ってもいいんだけど、勝手にねアイテム回収してくれるんですよ。まあめっちゃ楽。例えばこれ見て今見た足アラ今走ってったよっていう感じなんですよ。なんか例えばこうやって遠いところで倒すじゃん、遠いところで倒してさ、消し積みでた、ほら走ってたすごくないこれ、マジ優秀じゃないっていう感じなんですよ。なのでここら辺でペットマジ優秀っていうのがありまして、本当にねペットは俺はねもうねいるといないのではガチで QOL が変わるって感じ。はいはい、勝手に取って戻ってくる、はい優秀なんですね。あゴールド落ちてるよ、あ取ってくるっていう感じなんですよ。なのでこのペットというシステムガチで有能なんで、まあ、ぜひね使っていただければっていうので、まあ、ちょっとね奈落はそんなアイテム落ちないから使う場面はないけど、ただそれ以外のダンジョンはマジで使う機会しかないから、まあ、やっぱりね有能なアイテムになってるんじゃないかなというふうには思いますね。もうガンガン取ってくれるからね。ただイベント素材とかは取ってくれないんですね、まあ、例えばさなんか敵倒してなんか丸いやつを回収してそれ100個ゲットしたらささやきポイントをゲットみたいな、そ
そういったそのミッション系のアイテムとかはちょっとねゲットできないんだけど、素材系はねもうほぼほぼ回収で、ゴールドも回収だからめちゃくちゃ優秀なんですよ。でライフがあって、なんかあの定期的に殴られて死ぬとかもないし、ヘイトを取るとかも特にないので、本当にただただもうポジティブな反応以外マジでないっていう、そんなところになってますね。なのでマジで有能なペットというところになるので、俺的にはねこのペットマジであのいた方がガチで幸せになるから、本当にみんな取ってって感じですね。であのペットに関してはどういう扱いかっていうと、俺も最初この無料のペットが取れるって知らなくて、有料だけなのかなって思ってたので勘違いしてて、でまあなんかスキン形式なのかなとか思ったりしたんですけど、基本的にはそのペットはそスキンとかじゃなくて一体一体存在して、そのペットっていうのを入手する使うとかいう感じになってます。なのでそういった流れです。であのその中で有料 DLC を買うと、まあ、さっきみたいに、まあ、トラとか新しい犬 の, あのペットのなんていうの買えるというかもらえるみたいな感じになって、でこ の, あの犬に関してもあのクエストでゲットした犬に関してもちゃんとねあの固有の1匹の犬をあの持っているという形になるので、なので基本的にはその何かが生物がいて、そこになんかトラスキンとか犬スキンをつけているっていうわけじゃないんだよね。なのでそこら辺に関してはあのなんていうかな、あの存在としてはそういう形になってるっていうところなので、ちゃんと各々個々が独立した存在ですっていうのが、まあ、結構ポイントではあるかな。なので、まあ、あのそれによって、まあ、あの DLC であの単体として購入できるみたいな、そんな感じになってますので、今はさ馬とかがさ結構さそのあれじゃん、売りに出てたりするじゃんスキンで、そこの中で今後はもしかしたらあれかもしれないね、犬の新しいやつが出てくるのかなというふうに思ったりもしているので、まあ、そういった形で今後ね新しいプラスアルファで、まあ、なんならなんだけど、まあ、そのなんていう の, あのスキンのさあのプレゼントあったりするじゃん定期的に、あとはさシーズンのなんていう の, あのジャーニーとかであるじゃんっていうので、新しい動物とかも出るかもしれないよね。でなんならさらに言うと、今ですねあの DLC の一番高いやつと真ん中の高いやつかなっていうのを買うとですね、犬以外の乗り物をゲットすることができるんですねっていう感じなので、そこら辺とかもだいぶ面白い形には俺はなってるかなというふうに思いますので、まああのここら辺が本格稼働するのはおそらくシーズン6だと思う。シーズン6で、今シーズン4なんだけど、シーズン6で多分あの同じタイミングで DLC が発動すると思うので、まあ今乗ってるやつがほら見てチーターみたいな感じじゃんっていうところなんで、こういうのも今乗れるようになってますので DLC を買うとね。なのでそういった形で今後は高級コスメティックの、まあ、馬が主流だったものが、なんか分かんない鹿とか、まあ、適当言ったよ今分からんけど、そういうのが出てくるかもしんないね。でもチーター、まあ、チーターなのかな今回のは。そういうのもさ結構面白いよね。あでも馬って書いてあるな、馬だから馬なのかな、ここは乗り物とかに名前変わって出たりするのかな分かんないけど、まあ、あのそういったことも考えられるので結構楽しくなりそうな予感はしてる。まあこれさ猫っていう欄であるんだけどなのでそういった形で、まあ、ペットがとにかく優秀なので、ぜひ今回はあの清場所でのミッションですね、なんかあんなに早く終わるとは思わなかったんだけど、あれをクリアしていただけるといいかなって感じで、 DLC 買った人に関してはワードローブ、これ着替えるやつね、スキンとかで、ペットっていうコーナーが効果の横に追加されてます。なのでこれで自分の好きなのをつけてくださいという形になってますね。なのでそんな感じで、まあ、新しくね、いろいろね、増えてきてますので、いろんな遊び方ができるというのが、これも楽しいですよ。てかこれディアブロ3で実装されてたんですよ、これペット。なのでペット的には非常に優秀なので、俺はマジで使った方がいいという形なんで、清場所に今すぐゴーというところで、最後にこれを踏まえてまとめをやっていきたいと思います。でまとめとしては、まずあのペットマジ有能って話ですね。素材とゴールドを回収してくれるっていうのが、まあ今日のまとめとしての大きなポイントになって、めちゃくちゃ有能でめちゃくちゃ万能だから、使ったらマジでわかる、あガチで楽チェーンってなるから、本当に有能なんで、ぜひね、このペットっていうのは使ってみてください。でペットに関しては有料で、まあ、基本的にはね、売られたり、あちょっと今見れないんだけど、俺はねこの画面では見れないんだけど、まあ、有料の DLC の中身として売られてます。で一番高いの買うと3つついてきて、で真ん中だと2つ、一番スタンダードのやつだと1つついてくるみたいな感じになってて、で清場所のミッション解放で犬が1匹もらえるという形になってますので、まあ、そこら辺でですね、まあ、楽しくペットを回収して使っていただければいいんじゃないかなというところで、非常に今回のペット
マジで待ち望んだやつになってますので、俺はね本当最高だなというふうに感じてます。で、まあ、注意点としてはその何もしなかったらないから、何もしなかったらないからちゃんとミッション解放して、でここでね、ワードローブとかで選んだりとか、DLC 買ったりねしないと、ちゃんと装備しないといけないから、そこはね、やってください。で1匹しか装備できないんで、可愛いなこいつ可愛さが溢れている、あざとい、これはこれはあざとい、なんて可愛いんだ、お可愛いよということでね、猫を2匹も飼ってる私からするとね、可愛くてしょうがないという形になってますので、まあね、ぜひね皆さんも、まあ、新しくねこういったペットたち購入してみてはいかがなという形で、まあ、ここら辺もね、まあ、DLC 高いけどここら辺も結構いい要素だよね。俺はもう結構気に入って速攻買っちゃったかなっていうところの、あれはあるんですけど、はい、という感じでですね、結構、今回新たに DLC が来たことによって、今後ペットとか馬以外の乗り物来るよっていうのの、なんていうかな、予告とイコールに近いと僕は思ってます。なのでそこら辺も今後楽しみだよね。なんならさ、まあわかんないけどさ、普通にこういったなんかトラとかも出るのであれば、イノシシとかちっちゃいクマとかもいいよね。ドルイドとちっちゃいクマとか可愛くない？ドルイドクマに変身できるし、ちっちゃいクマのペットいるとか結構いいよね。まあそんなことも考えられるいろんなものになりますので、ぜひね、こういうのも楽しめたらと。あとは俺なコラボとかで、いやわかんないよわかんないけど、なんか適当なこと言うけど、ポケモンコラボで、まあ、これはちょっと来るかわかんないよ、世界観が全くその相反してるから、なので人影とかっていうのを連れてってヒューって行けたりとか、まあ、せめてゴジラぐらいかな、キングギドラがヒューって歩いていくとか、ちっちゃいキングギドラがとかあったらめちゃくちゃ面白いよねっていうのもあるので、そういったのとかもコラボとかもあったら面白いかもしれない。まあマイクロソフト傘下だから、ベセスだと、あとは同じブリザードだと、まあ、コールオブデューティーとかだとちょっとリアル思考というか現代っぽすぎるから、まあなんかねそこら辺でエルダースクロール系とか、まあ、なんかね来ればスターフィールドとかね新しい DLC 出るみたいだし、まあ、なんか面白いのが来たらコラボとかもやりやすいよね。でちょっと楽しそうっていうのもあるので、俺はね結構期待したりしているので、ついにですねいろんなものが増え始めているディアブロ4、なんかディアブロ4コンテンツ多くなってきて楽しくなってきてるんで、シーズン4もかなりね楽しかったとは思ってるので、まあ、まだ全然続いてるんですけど、今ローグ育ててるんですけど、まあ、そんな感じなので、ちょっとねみんなもねぜひねシーズン4楽しんでいきつつ、シーズン6の新たな有料 DLC 楽しみに待っていただければというところで、今日はこの辺にした。え、何シーズン5あって、いやちょっとシーズン5は奇数だから、作ってるチームがまあちょっと記憶にございませんっていうか、どうなるか分かんないっていうか、まあその宝石堂を作った張本人たちなんでどうなるか分からんぞ。そこはもう俺は何とも言えん、来たものをまあ感想を言います。はい、ちょっと分からんまだというところなんで、本日はですねペットがですねいい感じに寄与場所でゲットできると。で一応全体の解説動画では有料で買うしかないのかなっていう感じ言ってたんだけど、ごめんそれは間違いだわ、ここの寄与場所で取れるから無料でも取れるんで、安心して無料でペット取って楽しい生活送ってください。そんな感じでですね、今日は無料でゲットできるペットというところでマジで有能なんで、ぜひみんなね遊んでねというところで、本日はこの辺にしていきたいと思います。で KTR ゲームではサーバースラムの頃からディアブル4の動画作ってますので、いろいろねニュースとか、あとはクソギミック選手権とかもね前やってたりして、最近はちょっとクソギミックが鳴りを潜めてるからあんまりやってないんだけど、はい、クソギミック選手権は俺の悲鳴を聞くだけの動画っていう感じなんだけど、はいっていう感じなんですが、まあそんな感じでいろんな動画作ってますので、ぜひ皆さんねチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいかなっていうところで、今後もねなんかいろいろねアークの動画撮っていったり、イベントとかも今後なんかあったりしたいよね。なんかさバトルパスさ、なんかわかんないけどその分の金額渡すから商品としてね、景品として出すから、なんか大会何するかわかんないけど、まあなんかアイデアください、なんかそういったのも全然なんかみんなでやったら楽しいかなって思ったりもしてるので、
今後もね、あの楽しくディアブロ4コミュニティでみんなと遊んでいきたいなっていうところで今日はこんなにしていきたいと思います。あと昨日の夜は、あ、今動画撮ってるの10日なんだけど、まあ、昨日の夜っていうか厳密には今日の早朝なんだけど、みんなと一緒にね、あのマイクロソフトの Xbox のね、あのあれですね、ショーケースっていうのをですね、みんなで同時視聴できて、まあ、あの楽しくできたんでよかったかなっていう感じですね。 DLC ね、あの見れて嬉しかったかなっていう感じで楽しみにしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。